今日も始まりました。皆さんメリークリスマスイブ。あ、メルクリです。まあこのままでいいかラジオ、第5回目、今日が今年最後の放送になります。最後までお付き合いください。皆さん今日これ聞いてくれてるのかな。ね、クリスマスイブってことで大事な人と過ごしてる人は後日ね、これゆっくり聞いてくださいね。あと、クリウォッチの人は今すぐコメントしてください。和子は今日はさっきまでライブしてました。交換日記のリリーベで埼玉のレイクタウンまで行ってました。今日もたくさんの人に会えて嬉しかったです。今日は都内のね、ファンのみんなとか埼玉にガガッと集まってくださって、でイブってことでね、マライアのカバーを今かかってる歌わせてもらいましたよ。で、マコのオフィシャルのインスタに少しだけ動画載せてみたので、興味ある方は見てみてください。でね、今日サイン会の中とかでもね、クリボッチャなので今日ライブ来ていいクリスマスプレゼントになりましたっていう人もいて、すごくマコも嬉しかったです。マコと、過ごしてくれてありがとうございました。あとね、ちょっとたわいもない話なんですけど、セブンイレブンの、いきなりなんですけど、セブンイレブンの初めて見た商品で、カップに入ったねチャーハンがすごく美味しいのでおすすめです。冷凍食品のなんかコーナーにあったんですけど、袋のものだとちょっとなかなか買わないんですけど、なんかカップに入ってたんで買ってみたら、レンジでチンするだけで食べれるやつですごく美味しかったです。一気になんかラーメン屋さん行った気分になります。あとこれもまたいきなりなんですけど、マコハムの女子のみんなにちょっとしたお知らせです。マコがおすすめしてたコスメキッチンのグリーンクレイペーストの泥が少し値上がりしたそうですはい、そんな感じで今日も、このままでいいかラジオ第5回目、今年最後の放送していきたいと思います。ねえあなただけ for Christmas、This is all I'm asking for。 私の家の前にはあなたが立ってる。 I just want you for my own、 叶えてくれてありがとう。 Make my wish come true、 Baby all I want for Christmas is youということで無茶振りされてちょっと歌ってしまいました。はい、そしてメールアドレス、マコレタ @macoopc.com、 マコレタ @macoopc.com、 私のメールアドレスに、前回の、メールのお題で、めちゃめちゃ今回もメールの数が増えてました。読んでいきたいと思います。前回のテーマがですね、みんなの今年の2018年の漢字一文字を教えてくださいっていうメールだったんですけど、めっちゃみんなたくさんありがとうございました。じゃあ早速読んでいきましょうか。今日もね10通ぐらい読んでいきたいと思います。選ぶのに超大変だったけど、みんなありがとうね。ラジオネーム英語の先生さん、ありがとうございます。まこちゃんこんばんは、ラジオ楽しみに聞いてます。私の今年1年を表す漢字は出会いの会うという漢字です。私は高校の英語の先生になるという夢を今年叶えました。毎日元気をくれる、本当に大切だと思える生徒たちに出会うことができました。もちろん大変なこともありますが、充実した毎日を送っています。そしてまこちゃんの歌声に出会ったのも今年の初めのことで、あ、そうなんですね。としたきっかけでラブレターを聞いて、みるみるうちにまこちゃんのファンになりました。学校に向かう車の中ではまこちゃんの曲がかかっていて活力もらってます。リーベイでファンの仲間にも出会うことができましたということで、
英語の先生さん、ありがとうございます。そして、先生になる夢を叶えられてよかったです。おめでとうございます。英語の先生って本当すごいですよね。英語の先生か本当超かっこいいと思います。私も勉強どっちかというと文系だったんですよ、理系より。だから国語と英語がなんだろう、ちょっとだけ得意だった。うん。好きだった。あと。だから、英語の先生すごく、すごいなって思います。憧れます。あと、出会いのね、愛という字。私も、出会いって曲あるな。あ、ね、会うっていう字、とてもいいですよね。出会いは、ね、小さな出会いも大切にしていきたいなと、私も思います。英語の先生さん、メールありがとうございました。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームピーターさん、ありがとうございます。まこちゃんこんばんは。大学1年生の女子です。今年を表す漢字一文字がメールテーマということでメールを送らせていただきます。ズバリ寂しいのサビっていう字です。ちょっとこれなんだ、口で言うのちょっと難しい。寂しいの字、寂しいという字ですね。サビです。私は今年の4月から一人暮らしを始めて、人生で初めてアルバイトもし始めました。親の手を離れ、何もかも自分で何とかしなければならないという状況になった時、初めて親のありがたみや家族の温かさを感じ、疲れて帰ってくると寂しくて泣きそうになることもありましたが、そんな時はいつもまこちゃんの声に元気をもらっています。ありがとう。最近やっと学校とバイトと家事を両立できるようになったので偉い。2019年は自分のやりたいことにどんどん挑戦して成長できる年にしたいと思っています。来年のライブツアー楽しみにしてます、ということで。すごい。みんなね、親元を離れて一人暮らし始めて、で一人暮らしを始めるのと同時にアルバイトもし始めるっていうね、初めてのね、すごい大変だと思うけど、やっぱ離れて暮らすことでいろんなことのありがたさがわかるよね。ご飯もそうだし、なんだろう、働くこともそうだし、あと人のぬくもりとかね、いろんなことわかりますよね。なんかこのメール読んで、ママ子も22の時に東京に来たんですけど、その時のこととか思い出しました。私はね、どっちかっていうとそんなにホームシックになること少なかったけど、でもやっぱふとしたね、表紙になんか辛いなって思った時とか、よく泣いちゃうこととかありましたね。まこも状況組なのですごくわかります。素敵なメールありがとうございます、ピーターさん。じゃあ次のメール読ませていただきます。まこちゃんこんばんは。しゅんです。まこちゃんの曲に励まされて今を必死に生きています。今回のお題が今年表す漢字ということで、自分は袋を選びました。袋という字ですね。今年は例年に比べて彼女にもらったプレゼントや自分で買った服などで家にたくさん袋がありました。整理している時にこれを見て、自分には袋の数だけその時幸せがあったのだと実感しました。別れた彼女との思い出がフラッシュバックして苦しかったですが、今ではいい思い出です。今年はいろいろありましたが、いい一年でした。これからも応援しています。今年も元気をありがとう、ということで。すごい珍しい一文字、すごく意外だなと思って、袋って。しかもなんか袋でその当時の幸せがあったっていう、すごく面白い捉え方をしてて、でも素敵なすごいエピソードで、切なくも温かい気持ちになりました。しゅんさん、ありがとうございます。サクサク読んでってますが、次のメールいきたいと思います。ラジオネーム、ラッキーセブンさん、ありがとうございます。いつも楽しくラジオ聞いてます。私の今年を表す漢字一文字は、器です。ほう。私は、去年結婚して職場を迎えて新しい人生がスタートしました。
職場では入社してからすぐに昇格し、自分の後輩たちをまとめていかなければいけない立場になり、気づけば口うるさく言ってしまう存在になってしまいました。家庭では旦那とは楽しい結婚生活の中、何も手伝ってくれない旦那に腹が立ったりするようになってしまいました。ある時、知らず知らずにピリピリしている自分に、なんで自分こんなに怒ってるんだろうと思うようになり、相手を許す気持ちって大事だなと実感しました。それから意識するようになり、少し気が楽になり、何事も楽しく過ごせるようになりました。職場の後輩たちも私を慕ってくれたり、旦那とも喧嘩が減り、気の持ちようでこんなに変わるんだなと思った一年でした。器の広い女性になれるといいな。すごーい、すごくいい、あのメールありがとうございます。器ね、許すことってとても人生において大事ですからね。器の大きさの話を結構ね、女子のみんなとかもするけど、大事ですよね。人を許せないってね、思う時もあるけど、でも気の持ちようで全然変わりますからね、人生ってね。器とても、大事な言葉だと思います。素敵なメールありがとうございます。はい、次、ラジオネームラビットちゃん。私の今年の一文字は叶うという字です。内定をいただき、来年の春から小さい頃からの夢であった保育士という夢が叶うので、叶うにしました。おめでとうございます。これは素直におめでとうございます。保育士さん、すごいですね。保育士さん、ちっちゃい子が好きなんですね。なんかさっきも英語の先生になれたっていう方がいましたけど、ラビットちゃんは保育士さんということで、おめでとうございます。子供たちとたくさん楽しみながらお仕事してください。続きまして、あ、曲がマフラー流れてたんですね。ありがとうございます。これはファーストキスというアルバムの中のマフラーという曲です。続きまして、ラジオネームリコちゃん。まこちゃん、こんばんは。こんばんは。いつも寝る前に聞いてます。私の今年の漢字は幸せです。おー、いいですね。保育実習と教育実習が1ヶ月ずつあって、今までにないほどの課題や準備に追われたけど、子供たちは可愛くていい経験をさせてもらっていると思うと幸せだなと思っていました。保育実習と教育実習の間の1ヶ月にはプレミアムワンマンがあったり、ああ、マコのプレミアムワンか。あ、ありがとう。マコカフェがあったりと、大好きなマコちゃんに会える最高の息抜きができました。よかった。マコカフェ大阪で彼氏との似顔絵を描いてもらった時に二人でマコフで行ってよかったって、幸せだなって、何でも頑張れるなって思いました。そう、あ、似顔絵描いたね。リコちゃんで、あの似顔絵描いた子か、マコが。多忙な1年だったけど、その中でいい経験や環境に恵まれたと思って、幸せからこの感じにしました、ということで、いいメールですね。しかもマコのイベントとかでね、会った子だったんでね、リコちゃんも教育実習保育実習っていうことで、ちっちゃい子と一緒に仕事、これからも頑張ってください。幸せ、すごく2018年、リコちゃんにとって幸せな1年だったということで、よかったです。メールありがとうございます。じゃあどんどんいきますよ。ラジオネームあやかさん、ありがとうございます。毎回ラジオ楽しみにしてます。寝る前の癒しです。あ、みんなやっぱ寝る前に聞いてくれてるんですね。よかった、ありがとうございます。私の今年1年を表す漢字はつながりというです。4月に大学生になり上京してきました。お、彩香ちゃんも上京組ですね。そこで今までは感じることのできなかった家族とのつながりや、離れ離れになってしまった地方の友達とのつながりを強く感じることができました。
一人暮らしは今でも時々寂しくなって泣きたくなるけれど、そんな時に電話をするといつもいつでも話を聞いてくれて、応援してくれて、つながっていられる人がいるってとても素敵なことだし、感謝しないとなって思いました。レクターのリリーベ、楽しみしたのに授業があって行かれなくなってしまい、すごく落ち込んでます。次の機会絶対会いに行くね。あー、今日会いに来ようとしてたんだ。そうなの。また会いに来てください。つながる、あやかちゃんつながるということでね、つながっていられる人がいるってとても素敵なことだし、感謝しないとなって思いましたの、この一文にやられました。そうですよね、感謝しないとですよね。やっぱ忙しくなったりとかするとね、いろんなことこう見失っちゃったりとか、あのなるけど、僕もこういうこうメールを読んでひしひしと感じることがあります。あやかちゃん、素敵なメールありがとうございます。レイクタウン、ちょっと残念だったね。また来年の全国ツアーで会いましょう。次のメールいきたいと思います。さあちゃんさん、ありがとうございます。私の今年を表す漢字は、あ、年越しの越すという字ですね。超えるという字です。学校ですごく辛いことがあって、このまま学校を辞めちゃおうかなって考えたこともあったけど、まこちゃんの歌や周りの人に支えられて乗り越えることができたからです。春から大学生なので、この経験を大切に頑張りたいと思います。超えたんですね、一つ山を。春から大学生、楽しみながらね、気張らずに頑張ってください。やっぱね、山を越えなきゃいけない時ってみんなあるもんね。そっか、さあちゃんは今年がその越える時期だったんだね。でも学校辞めちゃおうかなって思ったのに辞めなかった、さあちゃんめっちゃ偉いです。めっちゃ偉い。あと支えてくれる人のおかげで乗り越えられたって思える、その心がすごく綺麗だなって思います。素敵なメールありがとうございます。みんないろんな日々を過ごしてるんだなって、まこメール読みながらめっちゃ思いますよ。あとみんなこうやって一生懸命長文をメールで書いてくれてるのをこう読むたびに、こうみんなの生活がこうパーってこう見えるんですよね。読んでるとなんか物語みたいに、いや物語じゃない、現実なんだよね、みんなの。だからすごくそれがリアルで、すごい読み入っちゃいます。じゃあこれ次が最後のメールですね。お、ペンネーム ILY I love you かな。I love you の頭文字 ILY さん、ありがとうございます。こんばんは、まこちゃん。私の今年を表す漢字一文字は勉強の勉です。あ、現在18歳女子高生、受験生真っただ中なんですね。夏休みもとにかく勉強、日曜日も朝から勉強、学校のない日は10時間以上勉強の毎日です。すごいすごいね、10時間以上か。そんな中、唯一の癒しはまこちゃんの歌。ありがとう。えらいね。今私は勉強の缶詰状態なので、頭の回転がいつもと違い、頭の回転がいつもと違い。なるほど。まこちゃんの歌を聞いて、あなたという歌詞や君という歌詞を勉強に変えると、私の気持ちぴったりになる歌が何曲かあることに気づきました。笑い。かわいい。あなたとか君を勉強に変える。ちょっとまこも、まこも変えてちょっと聞いてみよう。すごいね。ILY ちゃん。それくらい今は恋愛よりも勉強ですが、4月にはまこちゃんのライブに行く予定があるので、そのことを楽しみに、そして毎週月曜日のこのラジオを楽しみに毎日頑張ってます。じゃあ今も聞いてくれてんのかな。メリークリスマス、ILY ちゃん。今年の漢字は、ベンですが、来年はもっと明るく自分を輝かせるような一文字にしたいです。いやいやいや、勉強の弁でも十分輝いてますよ。だって、夏休みも勉強、日曜日も朝から勉強、
10時間以上毎日勉強してて、すごいですよ。立派です。絶対その努力が未来につながると思うので、本当にアイエルワイちゃんのこと褒めたい。まこしかも頭の回転がいつもと違い、まこちゃんの歌のね、あなたを勉強に変えるっていうすごいすごい発想すごいね。勉強めっちゃしてるんだよね。でまこもアイエルワイちゃんみたいに受験の時は参考書を開きながら、その上でこう寝ちゃうことがたくさんありました。すんごい眠くなりながら勉強してたのを思い出す。受験の時はなんかお風呂の中でも参考書読んでた思い出があります。すごく自分も頑張らなきゃなって思うようなメールでした。アイエルワイちゃん頑張ってください。ありがとう。ということで10通ぐらい読ませてもらったんですけど、みんな本当にたくさんのメールありがとうございました。まだまだ読みたいんだけど、番組はちょっと時間があるから、ちょっと自分のまこの一文字をちょっと紹介してから次に行きたいと思います。今でどのくらいだろう。21分も喋ってる。やば。わかった。じゃあ、まこの今年2018年の漢字は、味わうの味という字です。これはなぜかというと、今年でデビュー4年入って5年目に突入するんですけど、5年を迎えて、昔の自分が歌ってた歌とか歌詞とか改めてライブで歌う以外でこう聞き直すっていうか、自分で自分の昔の曲を結構聞く機会が今年多かったんですよね。ベストアルバムとか出して、で自分でベストアルバム1曲目から最後まで聞くことがあって、昔の自分をすごい味わうことが多いなって。あとそうね、味わうにもすごいいろいろあって、アルバムの制作してる時にそのアルバム制作の難しさとか楽しさを改めて味わう一年だったなって思いました。あと意外とその歌い手さんっていうか物を作る人ってそんなに映える生活をそんなにしてないと思うんですよ私。で制作の時とかって本当にスタジオと家のこう往復ですごい変わらない日常なんですよ毎日。だからアルバム制作の時とか結構行き詰まったりすることとか、でもそれ以上に楽しいこととかもあるんだけど、でもなんか変わり映えない日常の中でこうちっちゃい幸せとか噛み締めたり味わうことが楽しいって思えるようになった一年だったなって思って、でなんか楽しいことも楽しくない時もそれを全身で体で味わうことが多かった一年でした。でこれはまあ5年迎えたのは関係ないのかもだけど、自分の年齢27歳になったから感じられるそのちょっと余裕があるその状況っていうか、だからこう楽しくない時もそれを味わえることができたっていう、それがすごい嬉しいなと思って今年の漢字味わうの味でした。ちょっと喋りすぎたかな。じゃあ2018年ね、今味わうって言ったんですけど、今年を振り返ってちょっとね短めに行こうかな。2018年の初めはねメトロノームのアルバムでメトロノームツアー2019から始まりました。そこから台湾で、ライブさせてもらって、その後にさっき言ったベストアルバムベストラブマコを発売しました。でそれでね昔の曲とかめっちゃ自分でも聴いてましたね。で
さっきメールにもあったんですけど、マコカフェが全国で今年開催されて、地方のマコファムのみんなに会えることができました。からの8月は初めてワンマンライブをしたリキッドルーム、恵比寿リキッドルームでワンマンをしました。その後にアルバム制作入って、アルバム交換日記この間発売して、あと自分の歌にファミリーっていう曲があって、そのファミリーをモチーフにしたお洋服とかも出したね。そして今日リリーベー、まあ、第1弾あ第2弾間違え第2弾かが今日レイクタウンで終了したっていう感じですね。あ、ディアマフレンドが流れた。そして来年は、リリーベ第3弾がねあるとかいう話もあって、そして全国ツアー、いやー2019始まります。これはベストアルバムのベストラブマコと交換日記を引き下げたツアーになります。でね、台湾と上海にも行きます。で、日本でもこうチケット買えますので、なんか日本の子もね、その台湾と上海行きますっていう子もいて嬉しく思ってます。楽しみしてます。あとね、もう26分喋ってる。今年最後の放送 なので、次回のお題2つ出そうと思ってて、せっかくなんで2019年次回のメールテーマ2個募集することにします。1つ目は、来年このまあこのままでいいかラジオでやってほしいことです。これまたみんなね、わーってみんなメール送ってくれると思う。みんなやってほしいことぜひマコレターあとマコ PC.com に送ってください。そしてあともう一つは、初夢は何でしたかということで、これは年明けてからなのであれなんですけど、2019年初夢みんな見たら、メモってメールで送ってください。人の夢の話とかマコめちゃめちゃ聞きたいわ。夢って本当すごい不思議じゃないですか。だから人に話してる時にさ、自分はさ見た側だからすごい必死に話すんだけど、聞いてる人はちょっとよくわかんない時とかありますよね。でも初夢はぜひぜひ聞きたいです。まこも初夢見たらメモっときますわ。はい、あと今日24日ですけど、26日は札幌ライブ行きます。キタラホールでライブします。北海道のアーティストさんがいっぱい出るイベントで、私も北海道函館出身なので出させていただきます。あと遅くなってごめんなんだけど、25日に、ディアエンジェルの動画がアップされます。そちらの方も楽しみにしててください。リリーベルたくさん歌ったな、ディアエンジェル。寒い今の季節にぴったりな曲なので楽しみにしててください。撮影めちゃめちゃ寒かったです。ということで、早い。あともうちょっと話しますか。でも28分。あ、じゃあマイサンタクロースかかったということで、もうちょっと喋ってくれというリクエストが あるので。イエーイイエーイイエーイ。何を話そう。とりあえず今日メリークリスマスイブでこれを聞いてくれてる人は、今日何したかとか、今日何して過ごしたかとかコメントくれたら嬉しい。で、今日ねリーベント期にまこちゃんってラジオのコメントとか読んでくれてるんですかっていう子がいて、読んでますよっていう、だからいいねしに行きます。ぜひ、なので今日過ごしたこととかコメントしてくれたら嬉しいです。あと最近は YouTube は急上昇ランキング
を昔はそんな見たことなかったんですけど、最近はチェックするようにしてます。いろんなジャンルの動画が上がってて面白いなと思ってます。東海オンエアさんはいつも急上昇1位になってて、やっぱすごいなって毎日見させてもらってます。あと来年のお題もう一回言おうかな。マコレターmacopc.com に、来年ラジオでやってほしいことと初夢は何でしたか、2019年年明けたらメール待ってます。第5回目、まあこのままでいいかラジオ、皆さん今年もたくさんマコのラジオを見てくれて、あとマコチャンネルのチャンネル登録してくれてありがとうございました。2019年もですね、もっともっと頑張って YouTube チャンネル活発に動画アップしていきたいなと思ってますので、ぜひこのラジオにもお付き合いください。そしてマコの、交換日記アルバムの方もよろしくお願いします。それでは皆さん、今日も聞いてくれてありがとうございました。おやすみなさい。メリークリスマス。マコでした。